いつものファミレス、あんなに混んでるなんて。1時間なんて待てるわけないじゃん。だね。期間限定のフルーツパフェフェアがちょうど今日からだったみたいだし、そのせいかも。それで、打ち上げどうするの？どこか別のお店でできればいいんだけど。あ、食事メニューが充実してるって評判のカラオケが近くにあるけど、そこ行く？ちゃんと美味しいの？みたいだよ。さすがにメニューの数はいつものファミレスの方が多いだろうけどね。時間ももったいないし、そこに行ってみようか。やったー！ニーゴ、初めてのカラオケ打ち上げだ！何それ、語呂悪。気にしない、気にしない。はい、皆さん、お店はこっちです。僕についてきてね。